ベーコンカツです。ベーコンのカツです。やばいだろこれ。ユニザイテミのフィールパイン TV です。湯温泉から、徒歩700m、前回行ってね、なかなか良かった。だってかなり良かったですね。はい、こちら勝代秀さん。はい、山梨ね、海なし県で勝代から言った話ですけど、あのマグロの消費量が日本一の県庁所在地のはずです。というわけでね、こちらで今日予約を忘れてるんで入れるかどうかのはずです。じゃあかけすいっぱいです。さっきね、お風呂上がりばっかりなので本当に染みますね。ね、メニューがめちゃめちゃあるんで、なんか300種類あるそうですよ。なのでね、もうめちゃめちゃ悩みましたけど、結局オーソドックスの注文して、そしてこちら。あ、はい、ありがとうございます。はい、というわけでこれ、お通しアジ、刺身小天盛り1500円です。明らかに 1,2,3,4,5,6,8 点盛りなんですけど、それが、ね、ヒデさんクオリティということでね、はい、それぞれ見てみましょう。本マグロ、カンパチ、戻りガツ、そしてこのアジ、それがマダイ、タコ、そしてこれがヒラメにカマスと、ね、7点でございます。いただいていきましょう。まずね、ね、山梨といえば、甲府といえばマグロですから、ね、まずは醤油だけで、うん、マグロだ、何言ってんだ。あ、幸せですね。はい、さあ、じゃあちょっとカマス、今日ね、これ見ためちゃめちゃすごいラインナップなんだけどね、これね、ね、まあカマスも入ってますと、ハタとかクエとか入ってんだけどさ、はい、まあ、いただきましょう。カマス、うん、皮目の油とコラーゲンすごい、めちゃくちゃうまいですこれ。うわ、うまい、うまい。一旦切ります。さあ、じゃあここ見たらいきましょう。まずね、まずっていうか、あ、これマジかかけるんですね、これね。はい、やっぱり朝好きじゃない、駆除的バウネギ、うん、油すごい乗ってる、うん、濃いね、さっきの辛いも濃かったですけど、濃いな、こりゃ、ね、そしてタコちゃん、タコちゃん、うん、グリングリン、ヒラメです。うまい、熟成されてますね、結構みんな。いいで、うまいだよ。この時、タイが苦手で、本当にハラッとタイが苦手で、
全体にこう身の熟成を進みまくっておりますか。はい、じゃあ乾杯じゃないですか。これもね、うん、適度熟成ですね。あとこれわさびつけたらめっちゃうまいんじゃないかな。あ、もう鶏カツ食ってなかったよ。もう鶏カツを、鮮度そんなにいいわけじゃないんですけど、うまいわ。なんかこの鮮度感でこのうまさってちょっと初体験かもしれないですね。はい、さすが山梨、ありがとうございます。なんかやっぱりね、ちょっとね、塩で飲まないとね。はい、うまいね。普通車こういう飲み方もいいね。はい、もう半分しか残りないってことで一緒にね、開けちゃいました。で、あの半額でということでね、ありがたい限りです。一緒みたいな、樽の味すんだよ、ちょっとね。塩が甘い。あ、はい、はい、ありがとうございます。日本酒です。 2.5 個目ですか。綺麗、広島の方ですね。長野じゃなくて広島の綺麗ですけど、何が出てくるかなと思ったんですけど、このね、80% 磨きの、純米80が出てまいりました。感動もんですね。ちょっとね、入ってらっしゃる。あ、もう溢れてるし、サービスが大きい。あ、今ね、なんか 80% のなんか雑味的でもない、さすがですね。で、酸味がまず立ってて、あ、でもね、後味にほんのりわずかにね、海苔みたいな味くるんで、これですかね。これがその 80% の力というか、なんというか風合いなんですかね。はい、美味しいです。さあ、じっくり焼き上がりました。カマスの塩焼きホールでございましたね。まあ、そう、いや、さっきのね、カマスがめちゃめちゃものすごく油とコラーゲン乗ってたんでね、やっぱもうちょっと塩焼き食べされるな。はい、お名前は関谷さん。よいしょ、まず頭から食うんだ。はい、どの辺に見えます？はい、ごちそうさまです。関谷さん。これを食べるのはユニさん食うというわけです。頭は油なんですけど、まあ、コラーゲンはそんなに。でも味噌的なうまさがありますね。さあ、じゃあ次は綿ですね。あ、綿抜いてありますね。また抜いてあります、ね。うん、うん、まっ、おいしすぎる。でもさっきのお刺身から予想されてたことですけど、うまいな。もうここまでね、油ブラシとかじゃないんですけど、ほぐれた繊維から油が染み出してくるね。うまい。旨味と塩のバランスが絶妙。はい、じっくり焼かれたカマス時間かかりましたけど、新サンマ天ぷらは速攻できましたよ。しかもこれ、ナスとかピーマンとかやばいね。はい、唐揚げ、フライより高い。フライは食べたことあるっていうか、サンマフライ昔セイコーマートのホットシェフで売ってたんだ。ね、あの、でそれでね、激辛仲間のあのね、4つ前の職場に登場ですか、1つ前か、にサンマフライあったよねっつって、絶対全部否定されたけど、その人の会社で働いてたらもっと向かう人のね、
のお兄さんがセイコーマートの商品開発部でサンバグレーありましたよって言ってたんですけど、どうでもいい話ですけど、なのでサンバグレーは自分は森店で食べたことは今ないんですけど、森店で食べたことありますセイコーマートでも今日は天ぷらです。ということでこれ他の天ぷらの方が多いんじゃないかな。あ、サンバこれだけてかでかくない。あ、これどこか畑入れか。なるほど、はい、せっかくしようかな。おいしい、あ、めちゃめちゃおいしい。いやーやばい、これ新境地ってさ、また新境地だこれ。あーすごいすごい、おいしい。さんにつけて何かありますか。今日はサイカウトしかないです。ね、サンマの味ちゃんとね、噛むとね染みてくるんだけど、最初の一口では来ないね、サンマの味がね。で、後味ももちろんサンマの米になるんですけど、いやこれすごいなっていうか、サンマ2切れでフライより高い。それはそうか、フライそうか。いやこれむしろ盛り上がる。あ、これもサンマかな。サンマの味しますね。はい、すいません。3件ですね。あ、これもそうです。4件です。失礼いたしました。皮付きなんで、これね。はい、ということで、ちょっと待って。あ、これ、一般には5キロ、6キロ。すいません。申し訳ないです。ナス、ピーマン、ピーマン。これもそうか、失礼しました。全部、あんまり、サンマが一番多いじゃないか。申し訳ございません。嘘言いました。とりあえずピーマン食べますか。あ、これピーマンじゃねえ。あ、これ2つだけで全部サンマじゃないか。ああ、ありがたや、何言ってんだ、すいません。軽くね、ピーマンって唐辛子だからなくなるんですけど、これがね、フレッシュ感が強いですね。うまい、これめちゃめちゃうまいよ、このピーマン。向きが違うな、こっち側の豚水好きなの、鶏からの上に豚水が並んで貴重なナスも食べてしまいましょう。はい、どうぞどうぞ。ナス、あ、そうです。うめぇ。深井、深井、あの長い方向に切ってあるやつですね。あー、うまい、うまい。しかもこれ結構ね軌道子が浅めですよ。それがうまい。ギリギリアクが抜けるか抜けないかぐらい。これ揚げの技術すごいな。さあ、中生日本酒 2.5 本ときて、ね、紅はるか、の水割りですね、焼き芋焼酎のはず。おお、割とね、薄い割りで、いい感じですね。まさにお酒、食中酒として最善の配分で、かつね、華やかな甘みも取ってますね。ありがたいです。サンマフライ、サンマ天ぷらの一番大きいのだって。サンマじゃなくて、えのきだけでしたね。これは千円のカキだろ。おばったは美味しいですね。さあ、花見を行ってまいりましたけど、今日見つけた最高にヤバいメニュー、他にもね、いっぱいね、それで鶏レバ刺しとかね、なんか石川焼きとかイノシシ焼きとかあるんだけど、ベーコンカツです。ベーコンのカツです。ヤバいだろこれ。いやいいっすね、この色味最高。専用か分かんないですけど、あ、中濃ですね。
ラッカロリーなんだって話ですけどね。週末は飲むの、まあ、一応体重も4キロ減ったんだね。先生のやつ、あ、2ヶ月違う、1ヶ月ちょっとで4キロ減った。まあ順調に5キロ減る目標だったんで。これ1000円ぐらいあるんですかね。こちら、750円です。ステーキもあるんだけどね。より高カロリーってどっちだろう。おいしい、うまい、やばい、うまいよ、やばいよな、これ。ビニハルカーと水が入ってました。いやー、満足度高いんですけど、そしてまた次回また来ると思うわけだけどね。いやー、これメニュー何頼んでもまあ永久に終わらないんですけど、まあね、今日これもうね、価格も大概いったと思うんですけど、それ以上にカロリーが何なんだろう。やばいですね。まあでもそれもまた人生です。いやー、本当美味しかったしね、またあの次からもね、また新しいもの、ね、楽しみたいと思います。まあ秋が行ければいいかな。なんていうか、お疲れ様でした。会計何円でしょうね。はい、ヒデさんの会計、8300円。まあだいたい思ってた通りの価格でしたね。そして雨、ちょっと小雨パラパラしててね、ナイス、傘持ち、カットも傘持ってきたもんな、噛みまくりです。いやー、まあそう、まあこんなもんでしょうね。お酒はね結構お高いし、あの当ても、あの品質的には全然、あのもうめちゃめちゃいいんですけど、あのまあ、あの安くはないですね、高くもない。でお酒ちょっと高めだな、そんな感じですね。ごちそうでした。もうね、もう今あのグループ客さんね、なんか10人近くのお客様が来てらっしゃって、であの座敷席がね、でもカウンターほぼ満席でしたね。予約のことで次回以降ちゃんと予約して来ようと思います。あのね、マスターいい方なんで、すごくね、明るい、気さくな方なんで、明るいね、ということで、ね、また次回も楽しみしたいと思います。ごちそうさまでした。はい、戻ってまいりましたね。ヒデさんから徒歩700m、湯温泉です。はい、ね、この成長奇跡の何か感じがありますね。これ入れないじゃん。ああ水たまりで連休入り、やばい、やばいやばいやばい、やばい。はい、混ざってこれました。はい、自分の家戻ってきましたね。ちょろちょろ掛け直してますけど、気温どんぐらいでしょうか。中腰は前かげ、42度、今日ですね、さすがちょろちょろ掛け直ります。溢れるのか、今足ってやるよ。よし、あー、前から見やつらい。ここで結構排水が漏れるんだよ、ここから。ちょっとね、これ足引きを上げる。あっ、いや、もう42度です。これは42度です。さすが、このぐらいの調子がいいとだな。よし、で、こっから触れると大変なことだ。はい、大体気温ですね、42度。なので、ね、このちょろちょろで、まあでもどのぐらいで止まるか分かんないもんね。前もね、30缶近く飲んで帰ってきた結果止まってただけだと当たり前なので、たまに決まってるんですけど、どのぐらい止まるかまで計測しないといけないですね。でやっぱね、あのケロイドにちょっとなってるっぽいんだよね、あの2つ穴開けたところがね。
ちょっとかなりなんか不自然な下の方からの神秘より下からの盛り神秘より神秘部分の盛り上がりを感じますね。なんで、はい、あ、大丈夫かな、そろそろ。はいし、あ、42の大適温です。はい、これで、ね、まあ、季節によって気温も違えば変わるからまたね、違うんでしょうけど、本日はこの42度大適温はこのさっきのちょろちょろでね、あとはこのちょろちょろどのくらいの時間でたまるかによってね、1万プロしか入っちゃいけない米沢ファンまた出た後溜め始めるタイミングをね測るという感じになると思います。あ、モール酒、あ、いいですね。割とね結構こうあれです、いい香りのモール酒で、ここちょっとくねビビカナケが入ってるからかもしれないですけどね、という感じになります。というわけでありがとうございました。今回3本になると思ってなかったんですけどね、まあ2段ボリューム、でもこの後入力してもあんまり変化ないんで、明日の朝から本をさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。